戦術っていろいろあるんですけども、こういったリーサルウェポンみたいに破壊力のあるやつだと、前回はアウトドアステーキで、このカナビットと組み合わせましたけど、破壊力のあるやつでやると意外と隠匿している状態から、ある意味戦術ですよね。個人的な戦術ですけども、相手と対峙した時にリーチを生かして相手を飛ばした瞬間に、こちらの方ですぐに切るっていうのもある意味いいかもしれないですね。そういうのも一つかもしれないです。マシェットとかああいうのってね、実際までね、切れ味ってこっちの方がはるかにいいんですよ。切れ味に関してはやっぱり引っ掛けるんで、引っ掛けてこう引くだけなんで非常に有利なんですよね、切るにしては。いろんなもの切ってみたんですけど、実際のマシェットは一つはいいんですけど、このバックソーとかないやつでね、引いてもね、意外と服とかこう着てるときって、そのやっぱり落ちるっていうか、切れ味がそのハンティングナイフとかああいう直刃のやつの切れ切れのやつは切れるんですけど、どっちかっていうとあれは勢いで押し切るタイプなんですかね。一つはいいですよ、一つはもう完全に入っちゃいますけど、この引いた時の切るのっていうのはやっぱりね、こういった方がはるかに切れ味がいいです。やっぱ引っ掛けて切るんで、そう考えると相手によってはもうボディでもいいんで、止めた瞬間にそのままこの足とか腕をすぐにこれで切って戻るって感じで、バックとあれでとにかくついてそのまま切って、勢いですね、シュッシュッで切ってもう戻って、でまた次っていうふうにもいいかもしれないですね。ある意味戦術ですけどね、まあ、人それぞれだと思います。パワーのあるやつの長いものがあったらカラーミットと組み合わせても面白いかもしれないですね。練習としてはこれとマシェットとかっていうのは普通ですけども、カラーミットの特性を生かして相手を完全に切るっていう気持ちで内側に入るための長いものって考えた場合は、ちょっとそれはそれで面白い戦術かもしれないですね。勇気はいりますけども、破壊力のあるやつになるんで、相手を近づけさせないっていう、その勢いとこっちの飛び込みのスピードで相手を切るっていうことができるかもしれないです。参考にしてみてください。戦術としてはいろんなやり方がありますんで、どれが一番いいとか悪いってないんで、自分なりの戦術を自分の持っている武器の中でいろいろ考えてみてください。ただやっぱりこういう刃物っていうのは絶対いります。で、大型刃物は大型刃物でやっぱり一本あった方がいいです。それは間違いなく。ですから大型刃物を一本買って、あとは長いものと、こういった短い絡みとみたいなのを持つっていうのも一つかもしれないですね。参考にしてみてください。ありがとうございました。